クレシェンティーニの肖像ジローラもクレシェンティーニは、イタリアのソプラノカストラート歌手、音楽教師。19世紀のフェティスの音楽家時点では、イタリアの生んだ最後の大歌手と評価している。19世紀初めに、ナポレオン・ボナパルトの宮廷歌手として歌ったことでも、知られる。クレシェンティーニは、ウルバーニアに生まれ、ボローニャで、ロレンツをジベッリに学んだ。初めは、 女性役としてデビューし、その後に男性主役として歌うようになった。1785年にはロンドンで歌ったが不評に終わった。その後は再びイタリア各地で歌った。1786年にはミラノのスカラザ、1787年から1789年にかけてナポリのサンカルロ劇場で歌っている。ジンガレ・リは1 7十三年に、 アペッテとカンパスペ、1796年には、ジュリエッタとロメオをいずれもクレシェンティーニが歌うことを前提として書いた。ジュリエッタとロメオは、クレシェンティーニの当たり曲となり、クレシェンティーニはこの作品のためのアリア、オンブラードラタアスペータを自分で歌うために作曲している。1796年のチマローザ、オラチとクリアチのクリアチを役もクレシェンティーニに当てて書かれた。 1797年にウィーン、ついでリスボンで4年間歌った。1804年に再びウィーンで歌って成功した。翌1805年にウィーンに入場したナポレオン・ボナパルトに招かれて、クレシェンティーニはパリへ行き、宮廷歌手及び皇族の声楽教師を務めた。ナポレオンはクレシェンティーニを高く評価し、鉄管勲章を授与した。1809年に、 ケルビーニのピンマリオーネがチュイルリー宮殿で上演された。タイトルロールのピンマリオーネをクレシェンティーニがガラテアをナポレオンの愛人でもあったクラッシーニが歌った。当時すでにカストラートは急速に衰退しつつあった。ナポレオンは1806年の直例で虚勢を禁じてカストラートを追放した超本人だったが自分自身はクレシェンティーニに 年俸3万フランの高級を与えて飯抱えていた。1811年にパリ音楽院のための教科書、ボカリッツオのための歌唱練習曲集を出版している。1812年にイタリアへ戻ってからは公開の場で歌うことはなく、音楽教育者として生活した。ボローニャ音楽院を経て、ナポリ音楽院の声楽教師を務め、1846年に、 没するまでナポリの地にあった。ありがとうございます。